られてきました。子どもたちを取り巻くさまざまな課題、子どもの貧困、不登校、地方の教育、私たちはこうした課題を乗り越えていくことができるんでしょうか。根拠のない理想を語る気はありません。残念ながら全ての課題をなくしてしまう、取り除いてしまうことは困難でしょう。不可能だと思います。労働人口が減り、経済成長に限りが見える中、子どもたちに充てられる資源には限りがあります。これからますますこの国が力を失っていく中で、私たちに残された時間は多くはありません。国民と同じく国が老化していく中で、まだ体力のあるうちに次の世代へと引き継げる国づくりをしていかなければなりません。今の日本がさまざまな病魔に蝕まれているとするならば、病気に対する治療が必要です。しかし同時に、病気と付き合いながらそれに負けない免疫力の高い強くしなやかな体を、社会を作っていく必要があります。まだ体力が残されているうちに、そして新しく来たるべき時に備え、新しく芽吹くための種まきが必要です。それを担えるのが教育であると私たちは強く信じています。お金がない、人がいない、塾がない、学校に行けない、たとえどんな環境にあっても、子どもたちが学んでみようと思ったとき、子どもたちの学びを支えたいと思ったとき、いつでもどこでもそれが実現できる、それが私たちの目指す学びを諦めない社会です。私たちは ICT の力を使って次の時代の学びを支える土壌を作ります。それは病気への特効薬ではないかもしれません。流れる血を止められるものではないかもしれない。しかし時には病気を未然に防ぐワクチンになり、またある時には怪我からの回復を早める栄養になります。いつでもどこでも自分のペースで学べる無料の教材は、日々の学習のつまずきや遅れを減らし、支援のノウハウを学べる研修は、先生や地域の方、現場の方々のサポート力を高めます。そうして培われた学びを支える土壌があれば、インターネットを通して限りない学びの機会を、次の世代への種をまいていくことができます。残り少ない時間の中で、この学びを支える土壌を作れるかが私たちに与えられた課題であり、ミッションです。今日お越しいただいた皆さん、またこの話を聞いていただいた皆さん、一人一人にお願いがあります。どうか私たちのミッション、現場の方と作り上げ、子どもたちに支えてもらってきたこのミッションを一緒に支えていただくことはできないでしょうか。学びを諦めないという思いを私たちと一緒に背負っていただくことはできないでしょうか。法人化から3年、組織の規模はそれほど変わりませんが、私たちは大きく成長することができました。前が見えず不安で今にも倒れそうだった団体は、やっと歩くことができるようになってきました。多くの方に前を照らしていただき、一緒に歩んでいただき、時には背中を押していただき、歩んできた道です。組織としてはまだ歩き始めたばかりですが、胸には学びを諦めないという強く大きな思いを秘めています。しかし私たちイーボードができることには限りがあります。一人で背負うには、子どもたちの未来と可能性、私たちのミッションはあまりに大きいです。そして独り占めするには耐え難い、最高にエキサイティングで魅力的なものです。想像してみてください。子どもたちがインターネットを通して無限の学びにつながり、それを身近にいる大人も一緒に学びながら支えられる社会を、学びを諦めない社会を。スピーチの最後に、これまでご支援ご理解いただいてきた方々にもう一度お礼をと思ったのですが、それはぜひ子どもたちから受け取ってください。これから共に学びを諦めない社会を目指していく中で、私から